はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回からハイブリッド花粉についてシリーズで何本か動画を出していきたいと思います。で、ハイブリッド花粉、何かというと、花粉をメインにして、他のパーカッション、タンバリンとかシンバルとかですね、いろいろ組み合わせることによってマルチなプレイをするスタイルのことです。で、このハイブリッドなスタイルというのは、パーカッショニストが10人いたらですね、もう10通りのやり方があるぐらい大変自由で、人によって個性が出るところなんですね。なので、絶対こうやるべしという、わけではもちろんありませんので、まあ僕だったらこうするかなっていう、高文だったらこのシチュエーションでこういうセッティング、こういうアプローチをしますよという、例をご紹介しますので、よかったら参考にしてみてください。はい、で今回はジャズですね。花粉でジャズを演奏するときにどういったアプローチができるのかっていうのを見ていきたいと思うんですけれども、まあ花粉っていうのはですね、パーカッションの中でも特に音が短い楽器です。あんまり長い音とか伸びる音を出すことができない楽器なんですけれども、例えばジャズ、スイングジャズなんかはですね、音の長さが結構重要だったりしますよね。なので、そもそもですね、花粉でジャズを演奏するって結構無茶ぶりだと思うんですよね。ただこのシチュエーションって日本だと結構よくあってですね、例えば、知り合いから、あ、来週ジャズのライブがあるからよかったら叩いてくれないと頼まれましたと。あ、はい、いいですよと。ただその演奏場所、演奏会場がビルの2階にあるバーです。周りにお店があって、あんまり大きい音出せません。ドラム NG です。花粉でお願いします。みたいなね。これめっちゃくちゃあるあるなんですけども。多分ね、パーカッショニストとかドラマーの方は、うんうんって、うなずいてると思うんですね。音量制限があるとか、スペースがすごい限られているといった場合ですね。じゃあそういった場合、花粉でやりますかということで、どういったセッティング、どういったアプローチができるのかっていうのを見ていきましょう。はい、ではセッティングから見ていきましょう。花粉は当然、あるものとして、まずは足元からですね。僕の場合、左足にタンバリンを置いております。こう、花粉の足にかませて、かかとで踏むような感じです。これもかなり試行錯誤したんですけれども、結局タンバリンに行き着きましたね。まあ、ハイハットが置けるのであれば、ハイハットを置いてしまってもいいんですが、やっぱハイハットのサウンドってですね、どうしてもドラムセットを連想させてしまうので、それがあるとですね、やっぱスネアとか、タムとかいろいろ欲しくなってくるんですね。なんで、やっぱここはパーカッショニストらしくシンプルにタンバリンでいきます。で、次こっち右側。これはシェーカーです。まあ、これはなくてもいいんですけれども、右足だけ空いてるのはちょっともったいなかったので、せっかくなのでつけたという感じです。で、これで右足と左足で、一応ベーシックが刻めるので、これでだいぶ手が楽になります。はい、続きましてシンバルです。これも完全に趣味と好みの世界ですけれども、まあ僕の場合ですね、どうしても1枚しか置けないというシチュエーション、1枚だけ選べと言われたら、これを置くかなと思います。これはケージルジャン・コンスタンチノープルの20インチハイベルライトです。ライドシンバルなんですけれども、まあ薄さがありまして、クラッシュ的なサウンドも得られるといったものです。で、パーカッショニストにライドシンバル必要ですかというご質問をいただいたことあるんですけれども、あ、その発想なかったなと思って。確かにクラッシュシンバルでも、刻む分にはいいですよね。ただライドはこのカップですかね。カップがある程度やっぱ大きさがないと、このカップでしか得られないサウンドっていうのがあると思いますので、まあこれが欲しくてライドを使ってるといった感じです。で、いいシンバルはやっぱ K が大きい方が表現の幅が広いですね。大は小を兼ねるんですよ。で、日本のスタイルで花粉とスプラッシュシンバルっていうのがよくあると思うんですけれども、で、初めは僕もそういう風にやってたんですけれども、スプラッシュってどうしても単一的な音なので、耳が肥えてくるとですね、やっぱちょっと物足りなくなってくるっていうか、もっといろんなことを表現したくなってくるので、まあ、最終的に今の形に行き着いたという感じです。で、個人的な意見としましてはですね、最初のシンバル、まあ、スプラッシュとか、こうハンドなんとかみたいな中途半端なものを買うぐらいであればですね、多少値段が張っても、普通の大きいサイズのシンバルでいいものを選んだ方が、まあ、将来的にいいんじゃないかなと思います。はい、それでもう一枚サブで置けるとしたらですね、こちらはなんとチャイナシンバルです。これはケージュジャンの、カスタムスペシャルドライのトラッシュチャイナですね。18インチです。
で、こっちのライドシンバルでですね、もう十分こと足りるので、こっちは全くキャラクターが違うのを置いたという感じですね。まあ何でも OK なんですけれども、これは意外と使えます。まあ飛び道具的な感じで使ったら面白いかなといった感じです。はい、では続いてスティック類を見ていきましょう。まずはこちらですね。これ何かというと、ロッドです。スティックよりも音量が落とせて音色もかなりマイルドになります。で、僕、カホンでやるときはですね、このロッド反対側に自作でお団子をつけます。これ何かというと、なんとカホンが叩けます。これなかなかいいでしょ。要はですね、片手でロッドを持ってしまうと、こっちの手がカホンが叩けないという問題を、まあ、このお団子で多少解消するわけですね。これはですね、実は普通のこのロッドにシンバルの止めるですね、スポンジをただこう、ぶっ刺してビニールテープでぐるぐるに巻いたというだけなので、簡単に作れますのでですね、ぜひ試してみてください。はい、スティックも同様ですね、反対側にこういう風にお団子をつけて叩けるようにしております。もうスティックで直接叩いてしまうとですね、大変痛々しい音になるので、まあ、お団子をつけてちょっとマイルドな感じにしております。で、スティックもですね、あんまり太いものだと、このシンバルがやかましくなって、カホンと音量バランスがすごい崩れてしまうので、まあ細身のもの、で、メープル材のものを使っております。はい、続いてこちらはブラシですね。ナイロン製のブラシになります。で、僕はですね、これ、二つのブラシを合体させて、まあ、二刀流ではないんですけども、この、バサバサの量を増やしております。で、このブラシもですね、付け根のところにこう、お団子を作って、こう、ブラシで刻む音、プラス、ここでカホン叩く音。こういう風にいろいろな使い方ができるようにしています。はい、最後はこちら、ワイヤーブラシです。これはいわゆる普通のブラシでジャズドラマーが使うようなものになります。これ何かというとですね、すごーくゆっくりなバラードなんかやるときに、サワサワサワっていう感じがですね、やっぱこのワイヤーブラシでしか出せなかったりするので、そういうときのために持っております。はい、ではいよいよ実際の演奏のアプローチを見てみましょう。いきなりロッドやスティックを持って、とやってしまってもいいんですけれども、やっぱこう道具を使うとですね、その分 2way とか 3way になって演奏が難しくなるんですね。で、初めのうちはなるべく楽に簡単にできないかっていうことを考えます。なんでかというとやっぱジャズなので、こう瞬時にいろんなことに対応ができた方がいいんですね。まあそのためにはやっぱ自分の演奏のストレスをなるべく下げておいた方がいいと。で、初めのうちはですね、カホンだけでなんとかできないかっていうことを考えます。で、それでやってみて足りないところとかを他のパーカッションとか道具を使ってだんだん補っていくというふうに組み立てていきます。で、太鼓の仕事としては、まずはリズムキープがありますよね。あと曲ごとの決めだったり、他の演奏者の方が何かやった時に反応するフィルインですね。あと曲全体を通してダイナミクス、音量のコントロールがありますと。そういったことを考えつつですね、やっていきます。で、まずはカホンだけで、叩いてやっていきますと、例えば、僕だったらですね、1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4ってテンポだったら、これの、スイング感、歌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 うっていうのを、歌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 。くるクローズトーンでゴーストノートみたいに叩いて、1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4。アフタービートちょっと強調してあげる。2と4ですね。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
これを基本のリズム、ベーシックにして、これをキープしながら、まあ、フィルをしたり、キメがあったら、キメを入れたりしていくっていう感じです。ちょっと適当にやってみますね。みたいな感じです。はい、では続いてこれに足も加えていきます。で、お察しの通りですね。1,2,3,4,1,2,3,4 と。アフタービートで踏んでしまえば、足だけでベーシックができますので、あとはもう手が自由にできます。ので、フィルとか決めに専念すればいいんですね。で、手でリズムパターン的なことをやってももちろん OK です。ちょっと適当にやってみますけども。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。はい。で、カホンはやっぱりこの打音が短いですので、結構この長い間に耐えられないんですね。ついつい手数で埋めちゃいたくなると。で、テンポがゆっくりだと結構辛いんですね。で、そういう時は、ブラシとか、ロッド、スティックを使って、こうシンバル。刻んであげれば長い音が表現できますし、まあ、ブラシだったらですね、この打面を。こすっても OK です。じゃあ次はこのナイロンブラシを使ってちょっとやってみますけれども、基本的なリズムは、1,2,3,4,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 
こだー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 、これをベーシックにして左手がフィルとかキメをやる感じですね。みたいな感じです。で、ご覧の通りですね、かなり左手が忙しくなってきました。ので、ダブルストロークとか、こう、ヒールトゥーが必須のテクニックとなります。で、できればこう、ブラシを持っている方の手でも、下方を叩けた方が左手の負担をだいぶ減らすことができるので、このブラシの使い方っていうのも研究してみてください。はい、では続いてロッドでやってみたいと思います。もうロッドを持ったら完全にシンバルを刻みに行くっていう感じになりますけれども、例えば曲の前半では素手やブラシでやって、途中からロッドに持ち帰るという風にやってもいいかもしれません。で、シンバルの刻み方はですね、今のブラシみたいに 1, 2 and T, 4 and 1, 2 and T, 4 and と刻むか、まあ、頭だけで 1, 2, T, 4, 1, 2, T, 4、これだけでもですね、十分成立します。で、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー。をベーシックにして、左手で、
フィルやキメをやる感じですね。はい、では最後にスティックですね。スティックを持ってシンバルを刻みますと、もう限りなくジャズドラムと同じアプローチになります。ので今までと同様ですね、まあ、片手で刻みつつもう片手でフィルインやキメをやってもいいし、もうシンバル主体でですね歌うように刻んでもいいかなと思います。たださっきのロッドに比べてですね、圧倒的にスティックの方が音量が上がりますので、カホンとか全体の音量バランスだけ気を配るようにします。はい、というわけで今回はハイブリッドカホンによるジャズのアプローチでした。やっぱ 2way 以上の動きになると演奏の難易度っていうのはぐーんと上がるかなと思いますね。なのでもう一本補足として、これを具体的にどういった練習方法でやればいいのかとか、Tips 的な動画をですね作ろうかなと思っておりますので、今回の動画見ていただいて何かご質問ある場合はですね、コメント欄かお便りにいただければ動画に反映させていきますので、よろしくお願いします。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションのレッスンや情報発信など行っておりますので、参考になりましたら高評価、チャンネル登録、シェアなどしていただけますと、僕のモチベーションが上がって動画のクオリティも上がると思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。